伏見駅東改札口からの伏見地下街地下街、斎藤丹、西木通長者町交差点地下付近から見た伏見、地下街。画像左側の壁の向こう側には、地下鉄東山線の線路が通っている。伏見地下街で入り口 B、西木通り桑名町交差点付近の西木通路上に、ある。伏見駅東改札口伏見地下街は、愛知県名古屋市中区にある地下街である。 長者町地下街とも呼ばれる。名古屋市内で最も古い地下街であるサンロードと同じ1957年に開業し、2013年現在も開業当時の雰囲気を色濃く残している。伏見地下街はサンロードの開業から約8ヶ月後、地下鉄伏見駅開業の翌日である1957年11月16日に開業した。 地下鉄東山線の線路に沿う形で地下鉄路線と同時進行で地下街が建設されており、店舗は地下街通路の片側にしかない。東山線と伏見地下街は西木通りの地下に所在している。地下街の全長は約240メートル、西端は伏見駅の東改札口と直結しており、東端は 西木通りと長者町通りが交差する西木通、長者町交差点地下である。伏見駅東改札口を除く出入り口は A から E までの計5箇所がある。地下街の壁や天井は黄緑色と大色の2色で塗られており、配管などが剥き出しになっている。エレベーターは存在しない。2016年3月現在の地下街の営業時間は平日。 土曜の7時30分から23時で、日曜日や祝日などの休日は通行できない。地下鉄伏見駅東改札口の利用時間も、伏見地下街の営業時間と連動しており、地下街閉鎖時間帯は東改札口も閉じられる。地下鉄伏見駅の東側には、長者町線以外という問屋街があり、伏見地下街は、伏見駅と長者町線以外とを結ぶ。 地下1トン野外として建設された。長者町ラベット長者町ラベットは2018年5月1日、ミーティングルームとして使用されていた地下街内テナントスペースを改造し、名古屋唯一のお笑い専門劇場として開業した。最大収容人数は25人。発案者でもある森下雄二が代表を務め、自己資金や、 クラウドファンディングを活用した300万円を元手に運営を始めたという。森下はお笑い芸人出身の放送作家であり、2005年、坂三丁目劇場の閉鎖により、名古屋で活動するお笑い芸人が毎日客前に立つ環境を持てていないことから、自身でその環境を作り、芸人を育てたいという思いがあったという。そのため、基本的には、 地元の芸人が出演者の中心ではあるが、東京、大阪を活動拠点とする芸人による公演も行われる。不死地下街は前日の通り、日曜日祝日は閉鎖されるが、営業日については毎日に3公演を実施する。通常のライブは一度リンク600円で観覧することができるが、地下街の通路から覗くことも可能であるとしている。 ありがとうございます。